ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせの方はベルベジンウェブストアの方に、お願いします。これから紹介する商品は、1月の17日、夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。あとですね、最近、もう一つの僕のヴィンテージデニムアドバイザーの方の YouTube をね、ちょこちょこアップしていってます。そちらの方もぜひねチェックしてください。よろしくお願いします。はい、それでは、フェイクアルファからもうトライアンフ、まあ、トライアンフといえばね、まあ、あのフェイクアルファの店長澤田さんもね、乗ってるバイクですが、この緑、緑ベース、そしてすいません、サイズがですね、ラージサイズですね。こちらラージのサイズで僕がちょうどいいサイズ感です。そしてこれ袖にもトライアンフの、はい、まあ、この金の文字もねまたいいですね、はい、後ろは無地でございます、はい、こちら9800円に消費税です、はい、そしてローリングストーンズ、はい、こちらヘインズのラージボディ、後ろもですね、はい、こちらもツアー T シャツですね、81年、ヘンズのラージサイズ、若干ね細めですが、この年代は僕が多分ぴったりジャストサイズだと思います。プリントがね、やっぱりこのちょっと次にも見えますが、このまあローリングストーンズベロのが多いですが、このシンプルなのと、まあフォトティーみたいな形で両面可愛いと思います。状態がね非常にいいです。はい、こちら29800円に所持です、29%。はい、続いてこちらもローリングストーンズですが、こちらはサイズラージですね。こちら50/50のボディになります。はい、もう一番ベタですがドンと、はい、あと後ろも89年、はい、まああの白 T で、まあ、黒のボディの方がね多いんじゃないでしょうか。こちらラージボディですが、ちょっと細めですね、シルエットは。はい、まあもうインパクト大で、こういったね、寝るシャツで合わせてもいいんじゃないでしょうか。はい、ローリングストーンズ、こちら15,800円に消費税です。続いて、こちら映画 T、ナイトメアビフォアクリスマス。うん、まあ、ジャックっていうね、この3体の、まあ、顔だけ、このプリントもね、可愛いと思います。はい、サイズがラージボディ。100% コットンですね。サイズ感的には僕がちょうどいいサイズ感です。はい、バックプリントはなしの無地ですね。はい、まあ正面だけプリントも可愛い。まあなんかこうひび割れ感もねいい感じだと思います。はい、こちら7,800円に消費税です。はい、続いて、こちらザ・デビル・ワーズ・プラダ、フルーツ・オブ・ザ・ルームですね。こちら S サイズ、プラダを着た悪魔。2006年の映画ですかね。はい、シンプルにもうなんか下の方にねプリントがある、ちょっと珍しいのかなと思います。ちょっとね S サイズは僕小さいです。はい、バックプリントはねない無地のタイプで、ちょっと全体的に色あせてるんですが、このプリントがね非常にかっこいいかなと思います。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、そしてアンドベルベジンでやってますが、ディズニーシリーズ、これスペシャルです。はい、これねアメリカでも大人気です。ターザンの、99年、こちらサイズが、ね、エクストララージ 100% コットンです。こういった大体染めでプリントもあるんですが、デッドストックになります。これシールがねついてます。エクストララージちょっと横幅があって、僕がね、ちょうどよく着れる感じでしょうか。ちょっとワンサイズ上げて、着丈もね非常にいいと思います。バックは無地ですが、まあターザンらしいこのね緑のタイダイ、はい、デッドストックのスペシャルです。はい、こちら39,800円に消費税です。はい、フラッシャーもついてます。はい、はい、続いてスウェットです。ラルフローレン、はい、ダブルエクストラージ、白のねこれパイル生地です。いわゆるタオル生地のような、はい、の前部位ですね。2XL かなりダボっとします。はい、ちょっとねチャンピオンのリバースイーブのタイプと似てますが、はい、白ボディ、
後ろも状態はね非常にいいですね。まあ、肩がね結構落ちてます。それぐらいサイズオーバーサイズで着ても可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちら6800円に消費税です。はい、ディズニーシリーズから、はい、こちらミッキーのサイズがラージサイズですね。白ボディ、はい、グーフィーですね。でラージサイズ、ちょっとね、80年代でしょうか、ポリコットンなんですが、僕が多分ちょうどジャストサイズぐらいです。まあ、女性とかがねちょっと着るとダボっと着れると思うんですが、白ボディちょっとね背中に若干汚れはついてますが、ボディの状態はいいと思います。はい、こちらグーフィーで12800円に消費税です。続いて、ヴィンテージセットなんですが、はい、こちらランタグですかね、チャンピオン、この下に紺のランナーズのタグあると思うんですが、はい、サイズはねおそらくミディアムぐらい、正直かなりねボロでございます。まあ、ボロっていう方もね、あのかっこいい意味で僕言いますが、結構このねダメージ系、はい、これを今のね新品で作ろうと思ったらやっぱなかなかあのコストかかります。逆にこういったねヴィンテージのスウェットで穴がボツボツと、はい、今日僕もねちょっとサーマル着てますが、こういったサーマルを下に着てもらってね合わせてもちょっとかっこいいと思います。はい、濃いめのグリーン、あとこうデルタ、まあラバープリントですね、このひび割れ感とダメージと、はい、これうまくねミックスさせてもらうとかっこよく着こなせると思います。はい、こちら7800円に消費税です。安い。続いて、タグは欠損してます。グレーの無地です。前部位、はい、若干ね生地の焼けとかが少しありますが、サイズおそらくミディアムサイズぐらい、僕は少し小さいです。はい、ボディのねこの生地の状態はいいんですが、ちょっとだけね先ほど茶色いシミっぽいのもあります。でも前部位の状態非常にいいです。こちら9800円に消費税です。続いてジャージいきます。こちらチャンピオンの、刺繍タグラージですね。はい、白のナイロンのジャージなんですが、一瞬ね3本ライン、まあ、ちょっとねアディダスかなって一瞬思ったんですが、タグ見たらチャンピオンでした。はい、ラージサイズ、僕がちょうどよく着れるサイズ感でしょうか。うん、まああまりね見かけないと思います、こういったチャンピオンでなんか一瞬ジャージっていうのも、なのでスウェットが多いですよね。はい、こちら、6800円に消費税です。はい、続いてアディダスのジャージですね。アディダスサイズがエクストララージです。これ黒ボディ、白とグレーの、まあ、横ボーダー入ってます。はい、サイズ XL、 ちょっと僕がゆったり着れるぐらいですね。これね状態がね非常にいいです。もうほとんどねデッドストック状態ぐらいが綺麗ですね。はい、こちら7800円に消費税です。はい、大人気リバースイーブ、こちら刺繍のミディアムサイズ、はい、グリーンです。グリーンの目つきミディアムサイズ、僕は小さいです。まあぜひね女性におすすめだと思います。はい、状態は綺麗ですね。はい、こちら7800円に消費税です。続いて刺繍のエクストララージ、エンジですかね、ちょっと薄めのエンジ、ちょっとまあピンクにも見えます。はい、少しだけねこの辺の若干のシミっぽいのと、ここの袖口に少しだけちっちゃいダメージはあります。ただねあと後ろも状態はいいですね。エクストララージ、ちょっとゆったりめで着れるサイズ感かなと思います。はい、あとねちょっと袖口に少しシミがあります。あとまあ全体的にね色焼けしているの雰囲気もねいいと思います。はい、こちらも7800円に消費税です。続いても刺繍のラージ、はい、濃いめのグリーン、ビリジアングリーンって僕よく言うんですが、こっちも目つきですね。これもね状態非常にいいです。ラージサイズ、僕はちょうどいいサイズ感ですね。はい、後ろも綺麗です。こちらもよいしょ、あちょっと こちらあいけ開けずらって、はい、こちら
9800円に消費税です。はい、続いてヴィンテージスウェット、はい、こちらアコムですね、はい、アコムでサイズ M サイズ、この、フードのシリーズは基本的にねちょっと小さめですね、はい、まあ、ボーイズという言い方だとあれなんですが、ただこうやってね、僕も実は XL の持ってるんですけど、ネイビーを、まあ、それはね完全メンズのサイズです。この手の、ボーダーだったりとかが出てくるとちょっと小さめが多いですね。タグの形状もちょっと違ったりするので、はい、サイズ感、ちょっとミディアムですが僕は小さい、まあ、これもねだから女性が着ると、可愛いと思うんですが、白のパーカー、はい、ボディ状態が非常に綺麗です、はい、そしてここにね、赤いこのボーダー、はい、なんかちょっとウォーリーを探せみたいなねちょっと久しぶりに思い出しましたけど、はい、状態は非常にいいです。アコムのパーカー、はい、こちら29,800円に消費税です。続いてセーターですね、はい、こちらウィルソンサイズ表記44です。はい、これもね状態はねいいと思います。非常に、リブ長リブで、はい、サイズ感44なので僕が多分ちょうどいいサイズ感です。この頃のね作りちょっと細めだと思います。リブもねちょっとこう折ってきたらちょうどいい長さかなと、はい、エンジのシンプルに無地です、はい、オールドのウィルソン、こちら 15,800円に消費税です。続いてちょっとハンガーがね反対になってるんですが、こちら、ちょっとねこうボートネックタイプのセーターです。これ長リブのネイビー、ちょっとねここら辺ダメージをね手縫いした跡とかはあります。サイズ的に38ぐらいですかね、はい、僕が多分ぴったりになっちゃうと思います。ちょっと小さいぐらいですかね、はい、そしてバックに、はい、フェルトの1965、はい、バックプリントですね、はい、バックプリント結構かっこいいです。僕はすごい好きなんですが、セーター1枚で着る分にもね白シャツボタンダウンとかのね上から着てもらってもいいと思いますし、このバックにプリントがいいですね、はい、こちら 12,800円に消費税です。1ニッパー。続いてヴィンテージのカウチンですね、はい、こちらもうねピンが6本ありますがボーリングの、はい、カウチンです、非常にね珍しいと思います、このねまあ一応投げる人のこのあれとでっかくピンが1つ、あと切り返しのねツートンになってます。サイズが40ぐらいですかね、自分がちょうどいいサイズ感だと思います、はい、状態もね非常にいいですし、はい、ジッパーはね、ボータロンを使ってます、はい、こちらカウチン 29,800円に消費税です。はい、続いてもカウチンです。こちら、はい、ブランドですが、こちらはね、CC ジッパーですね、はい、白ベースで、こちらはねダンス、はい、まあ、男女なんですが後ろも、はい、こういう形でダンスの、はい、プリントです。まあ、袖にもねこの音符があったりとか、結構ねポップなカウチンですけど、サイズおそらく44ぐらいですかね、エクストララージぐらいだと思います。自分が着てダボっとなりますね、はい、状態はね非常にいいと思います、まあ、フェイクアブルアルファらしい商品ですね、はい、こちら 29,800円に消費税です。はい、続いてラルフローレンのスイングトップ、はい、サイズミディアムサイズですね、はい、ベージュのいわゆるチンスト付き、もう定番です。サイズミディアム僕がちょうどいいサイズ感です、はい、状態もいいベージュの、はい、もう人気ですねこの辺のスイングトップは、はい、こちら7,800円に消費税です。続いてダウンベストノースフェイスです、はい、こちら黒タグいわゆるね、茶タグの、ダウンベスト多いんですが、こちらラージサイズ、そして黒ラッカーボタンですね、はい、襟元ね少し若干の汚れあるんですが、これね結構ねスポンジで洗剤つけて洗うと結構きれいに取れます。はい、ダウンはねきれい、まだまだきれいに入ってますが、はい、サイズラージサイズで僕はねちょっとゆったりめで着れます。はい、状態もねいいですね、はい、こちら12,800円に消費税です。
続いてパタゴニアのダウンセーター、はい、こちらサイズは S サイズですね。はい、結構ねパタゴニアダスパーガーとか S サイズ人気です。こちらねプルオーバータイプなので、はい、ちょっとこう小さく感じるかもしれませんが、僕が、ミディアムサイズを着てます。はい、僕はねあのマンゴーみたいなね黄色いやつ持ってますが、はい、これもね状態非常にいいです。まあ、この黄緑、はい、まあ、黒もね人気ですし、この、この黄緑もね結構派手ですが、人気あると思います。プルオーバータイプ、まあ、これを着てこの上にジャケット羽織ったりとか、まあ、シェル着てもめちゃめちゃあったかいですし、はい、かっこいいですね。こちら 25,800円に消費税です。はい、続いてボアのデニムジャケットですが、こちらストームライダーですね、プリント、はい、そしてサイズが38レギュラー、はい、ちょっと38ですが小さめです。はい、もうねザ・ストームライダー、まああのヴィンテージのはね、エリアコーディロイデッドあるんですが、これはもうボアジャケタイプです。何気に袖のねこの蜂の巣といいますか、色落ちめちゃくちゃ綺麗です。はい、全体的にねこの色あせてる感じも雰囲気いいんですが、意外と38小さめです。これね女性もね着れると思います。はい、色落ちもね可愛いですね、非常に70年代。こちら7800円に消費税です。続いてリーバイスのボアジャケ、はい、こちらサイズが44です。大きめですね。はい、これもね結構色落ち綺麗に出てます。はい、袖の色落ち、はい、こちらもやっぱねボアとかブランケット付きっていうのは意外とね色落ちが綺麗に出ます。44、僕がゆったり着れるサイズ感です。はい、このねデニムの色落ちの雰囲気も非常にいいと思います。はい、こちら 15,800円に消費税です。お、続いてパンツいきます。はい、こちら、505の USSA ですね。はい、ちょっとねこうインディコ使ってるような色落ちです。シルエットねちょっと細身でやっぱかっこいいですね。はい、こちらジッパー、はい、リーバイスジッパーで後ろパッチ表記3532です。はい、ちょっとね古いタイプのパッチですが、赤タブ、これもね全体的に綺麗に押してます。ダメージはね一切ありません。はい、実寸、こちら3532同じですね。はい、ちょっと自分はゆったりしますが、はい、レングスもオリジナルレングスです。こちら9800円に消費税です。はい、いいと思います。はい、続いてブラックジーンズ、はい、こちら501ですね。はい、501ボタンです。はい、そしてパッチ容器は3334、はい、ちょっとレングス長いかなと思うんですが、そうですね、こちらオリジナルのレングスです。まあ、身長ある方は180以上の方はちょうどいいんじゃないでしょうか。全体的に色もまだまだ残ってます。後ろはこの白のタイプですね。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてエンジですね。エンジの501 USSA、 はい、こちらパッチサイズがサブ632、はい、まあ、ちょっと大きめですが赤タブです。こちらの裏は、うん、全部、まあ、後染めですね、いわゆる。はい、まあ、エンジのねジーンズ、まあ、実はオリジナルで、505に存在はします。でもね、まあ、この辺の、90年代 USSA の501のエンジ、はい、逆にね新鮮ですね。はい、ちょっと大きめですがオーバーサイズで履く方、はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いて、はい、最近ねちょこちょここれ紹介させていただいてますが、このケミカル的な落ち方、はい、こちら505ですね。はい、3230、はい、もうこれもいいサイズですね。赤タブです。はい、まあ普通のデニムといいますか、ちょっとね色をこういうふうに染めて、まあいわゆる、ブリッジしてるんですかね。はい、ちょっと色目が通常のように違って、まあインパクトあります。人と違ったジーンズ履きたいなって時に方にはね、意外とこれ、まあサイド耳はもちろんないんですが、ちょっとこうやってロールアップして履いてもある意味かっこいいかもしれません。裏がこう黒っぽくなってるので、はい、珍しいですね。505、こちら9800円に消費税です。
はい、続いてチャンピオンのスウェットパンツ刺繍のエクストララージです。はい、ベージュボディにラバープリント、ちょっと大きめですね。はい、スウェットパンツ状態は非常にいいです。後ろは無地ですね。はい、こちら5800円に消費税です。はい、ヴィンテージのデニムいきます。今回はですね、ちょっとリーを多めに、はい、色落ちですね。こちら、はい、D101Z です。グリッパージッパー、はい、そしてサイド黒タグ、こちら表記なしです。だいたいね60年代頭、まあ、50年代終わりからと言われますが、後ろピスネーム、ちょっとね若干こう削れてますが、レザーパッチは取れてます。お尻のねあたりとかに少しリペアと、かかと少し、削れた分リペアは入ってます。オリジナルの、ね、チェーンステッチもね残ってますし、片耳です。そして前もね、ひげがうっすらとこの辺にリペアは入ってます。あと膝のあたりも少しね、リペア入ってます。ただこれサイズがいいんですね。343に、はい、僕がちょっとゆったりめで履ける感じです。ちょっとロールアップしてあげてもね、片耳なのでいいかもしれません。あと全体的に色落ちしてますし、このね、あたりが綺麗に出てるのがね、リーとしては珍しいんじゃないでしょうか。結構ね、好きです、この色落ち。まあ、リーらしいこの綺麗な縦押しですね。はい、こちら60年代 101Z、はい、こちら 39,800 円に消費税です。 39%。 そして 11Z、はい、こちら表記入りの42表記です。ちょっと大きめです。ただねひげが綺麗に出てて、こちらはね耳はついてないタイプです。レングス31なので実寸今ね 40.1、まあ、41ぐらいです。41のレングス31、ちょっと大きめです。でもねリーはこれ大きく履くとお尻のポケットがね離れるんです。僕もねそれこそヴィンテージブーム、まあ、90年代後半僕最初にね501も持ってましたけど、東京出てきてリーを買った時に42インチのまさにこれと同じサイズのね真っ黄のリーを買いました。お尻のポケットがすごい離れる感じが、ね、すごいかっこいいっていう、はい、まあ、リー特有ですね、はい、こちら一応ね MR ももう入ってるタイプなので101の最終になります。はい、こちら、25,800 円に消費税です。はい、続いてもリーですね。こちらも 101Z ですね。こちらグリッパージッパー、そしてこちらもサイズ表記入り38表記、先ほどのタグより1個前のタイプですね。R オンリー、そして後ろもレザー残って、こちらねここの黒のピスネームは取れてしまってます。60年代後半あたりでしょうか。はい、縦打ちもね綺麗に出てるんですが、これ残念ながら裾はねチェーンステッチで上げられてしまってます。はい、耳はついてないタイプ。まあ、ちょっとねこう色落ち感独特な感じですね。はい、でもこの当たりがねこんだけ綺麗に出てる、あと少しうっすらひげも残ってます。はい、お尻のポケットの先とね離れてる感じ非常にいいですね。実寸こちら3629、はい、こちらで 29,800 円に消費税です。29%。続いて、はい、こちら D 好きのね大きい方ぜひおすすめです。リーの 101Z 同じくですね、ジッパー、そしてこちらがセンター黒タグです。はい、もうサイズ表記ももちろん入ってないんですが、はい、もうセンター黒タグといえばジェームス・ディーンですね。はい、こちら裾もオリジナルチェーンステッチと片耳です。で後ろレザーパッチもまだ残ってます。そしてピスネームも、はい、残ってます。ちょっとここだけねポケットリペアが入ってます。あとは縦落ちがめちゃくちゃ綺麗です。はい、このリーのねこのサーッという縦落ち僕も大好きなんですけれども、前はねこのサイズ感でヒゲです。こちら実寸40のレングス31、はい、ちょっと久しぶりにギュッて絞って履きたいなって思ったぐらいです。このヒゲ最高にいいですね。そしてセンター黒タグといえば先ほど言ったジェームス・ディーンなんですけど、ベルトループこちら7本です。
まあ、リーの、ジェームス・リーのモデルといえば、まあ、センタークロタグジッパーのベルトループが5本っていうね、まあ、今回これは7本なので、まあ、いわゆるジェームス・ディーンが履いたと言われている年代よりちょっと後ですね。ただまあセンタークロタグ、まあ、ジッパー、はい、もうこの色見ていただければまだまだ履けますし、このヒゲがやばいですね、はい、今回、こちら15万8000に消費税です、はい、センタークロタグ。続いてリーバイス 501WX です、はい、色はね全体的に落ちてます、はい、ベルトループオフセットですね、はい、そして赤タブがね両面です、そして中この部分が銅で、もちろん隠しリベットついてます、はい、さあボタンはいわゆる足長ですね、はい、ギャラ入り、まあ、紙バッジの年代です、こちら実寸3033、ちょっとねレングス長めですね。パッチ表記はおそらく3136縮みかなと思います、うん、リペアはね多少また下とか、はい、あとこのポケットのちっちゃいリペアは入ってますが、全体的に、ね、色をしてますがそんなにダメージが多くないのと、まだね生地がしっかりしてます、色落ち薄いデニムお探しの方いいと思いますね、こちら 501WX、3033で89,800円に処理です。89%ですね。はい、続いて、501のビッグイー、はい、こちらあいいサイズですね、3430表記、今日僕が履いてるのも同じです、3430、ちょっと短めです、はい、実寸ね2パチなはずです、はい、まさしく、ウエスト少し違います、322パチが実寸です、はい、こちら、ちょっと見づらいですがビッグイーですね、はい、これもねあの当たりひげが綺麗に出てて耳の当たりも綺麗に出てます、特にね大きいダメージがないです、はい、全体的に綺麗に落ちてますね、はい、ポケットのここの入り口の部分だけ少し気持ちダメージがきてます、それぐらいです、はい、いいですね、この3430表記、最近僕もこれちょっと短めでね履くっていうのは結構気に入って、これと同じサイズ僕実はね3本持ってるんですけれども、3430結構ね短めで履きやすいです、はい、こちら、59,800円に消費税です。続いてヴィンテージのジャケット類ですね、はい、こちら、ウールのタイプの、スポーツジャケット、はい、こちらバネクラですね、ジッパーバネクラの、はい、ウールジャケットなんですが、内側こちらモンゴメリーワードですね、いいブランドです、はい、この色目もね綺麗ですね、やっぱ黒ベースでちょっと濃い、紺、はい、後ろもね状態いいと思います、まあ、ベルトもきちんと残ってますし、サイズがねちょっと38ぐらいですかね、自分がちょっと小さめです、はい、少し渋めですね、こういった色目、あとモンゴメっていうのがやっぱいいですね、はい、こちらで49,800円に消費です、49%、はい、続いて、US ネイビーですね、あのサルベージパーカー、はい、まあ、基本的には白が多いんですが、たまにこういったネイビー、グリーン、赤、黄色と出てきます、これはねネイビーにこう、まあ、染められてるんですけれども、はい、これでオリジナル、後ろにもねこうちょっと落書きがあります、はい、ちょっとね肩からこう色あせてる感じもいいんですが、結構ねこのネイビーかっこいいです、赤とかね珍しいんですが、黄色もちょっと派手めです、このちょっとねネイビーものは結構濃いデニムとかでも相性いいと思います、サイズ感でいくとねちょっとこれ、ミディアムサイズぐらいでしょうか、これ結構ね作り大きめです、プルオーバータイプ、はい、こちらも49,800円に消費税です、49%、はい、続いて L2A のテストサンプル、はい、こちら白のタグですね、はい、あのエアフォースマーク付きの、サンプルタグより後の年代です、はい、まあ、このねいわゆるナイロンではないタイプのなんですが、こちら星もついてます肩に、はい、ワッペンもついてますね、
ジッパーなんかも状態は非常にいいです。まあ、シンプルにね、まあ、ここを外しても構わないです。後ろピンで留めてるだけなので、まあ、無地で着てもいいし、はい、状態はね、やはり非常にいいです。サイズ感、表記はないんですが、おそらく40ぐらいでしょうか。僕がちょうどいいサイズ感です。はい、まあ逆にね、こうネイビー、やっぱ先ほど言ったようにデニムと相性いいので、真っ赤のデニムなんかで、ね、合わせるとかっこいいと思います。はい、こちら59,800円に消費税です。はい、最後にスペシャルです。こちらラングラー。はい、もうラングラーのね、Gジャンもね、あの最近探してる方多いです、デニムでも。ただこの中で一番、人気といいますか珍しいのがこのブラック、黒サテン、まあ、白サテンもありますが、はい、ラングラー 66MJZ、はい、ただねサイズがね34なんです。はい、このサテンのね大きいのってなかなか出てこないですね。はい、状態はね非常にいいです。まだ黒黒残ってます。34のサイズなので僕は小さめですが、はい、まあ、女性といいますかね、まあ、できたら細い男性でビタッと着れる方、はい、若干肩の、少し焼けがあるぐらいで、あとまだまだ黒く残ってます。状態も非常にいいですね。中のアジャスターベルトなんかも綺麗に残ってます。はい、こちら黒サテン 66MJZ、はい、サイズ34で298,000に消費税です。29%。はい、続いて、週末のウェブスペシャル、まあ、20% オフの、商品になります。はい、こちら501-66モデル、はい、実寸がね2933、はい、こちらスモールイ、ちょっと見づらいですがスモールイのシングルステッチ、はい、実際ね全体的に色落ちてます。膝のねダメージ感もまあいい感じだと思います。はい、オリジナルレングスでこちら19,800円に消費税の 20% になります。はい、続いてブランケット付きのカバオ、はい、こちらもうシンプルにね、リベット、はい、サイズはね42ぐらいですかね。はい、デニム自体はね、あのインディゴのデニムではないです。ただねちょっと普通のと違う感じで珍しいと思いますね。はい、こちら9,800円に消費税の 20% です。続いてラルフローレン、コートですね。はい、こちらサイズがラージサイズ、僕もね前にあの着たことあるんですが、これねジッパーがちょっとねここが故障してます。はい、ラルフローレン持ってきても、もしかしたら修理してくれるかもしれませんが、はい、ナイロンのコート、裏地もちゃんとついてます。はい、こちらで、12,800円の 20% になります。はい、続いてコンバースのスウェット、はい、ツートンですね。サイズが僕でも着れるサイズ感です。はい、こちら7,800円の 20% になります。はい、続いてヴィンテージスウェットですね。こちらパーカー、はい、サイズはね XL ぐらいあります。裏がサーマルタイプ、ちょっとね茶色い汚れなんかはあるんですが、はい、まあちょっとね雰囲気系大きめです。自分でもねダボっと着れるサイズ感ですね。ちょっとこういったシミはねあるんですが、はい、霜降りグレー非常にいいと思います。はい、合わせやすいですね。こちら12,800円の 20% です。はい、続いてカシミヤのセーター、はい、V ネックのグレーですがサイズがね小さめです。36ぐらいですかね。まあでもね、僕もこのカシミヤすごい好きなんですけれども、はい、少しね、シミとかはちょこちょこあるんですが、カシミヤ自体は綺麗です。はい、こちら7,800円の 20% です。続いて赤のヴィンテージスウェット、パーカーです。こちらね、裏地は1枚なんですが、フードのとこだけサーマル付きです。はい、これもね、ラージサイズぐらいありますね。はい、こちら7,800円の 20% です。チャンピオンのリバースイブ、はい、しかもね目なしです。はい、刺繍のエクストララージ、うん、ちょっとねあのお腹の辺にシミっぽいのはあるんですが、これもかっこいいと思います。ダボット XL で着てもいいですね。
これ目なし珍しいと思います、はい、後の状態はねいいですね。こちら 12,800円の 20% になります。今日のご紹介は以上になります。1月入荷日なんですけれども23日の土曜日が入荷日になります。そちらですねちょっと来週になりますがまたねアメリカから荷物が届きます。楽しみにしていてください。よろしくお願いします。